伊予田連隊長以下の離任行事が行われました。連隊の改編準備から携わってきた多くの隊員たちが定期の人事異動で連隊を去ることになりました。第10底沖縄連隊長かねて滝川駐屯地司令伊予田正人伊藤理沙は3月16日付をもって富士学校機構科部副部長として提出することとなった。伊予田理沙は平成30年3月着任以来、一丸持てる力を使いこなせを要望事項に掲げ、執念をもって連成訓練に取り組み、隊員個々の能力向上を図り、連隊としての任務遂行能力向上を図った。特に各中隊長および連隊本部幕僚を的確に指導監督し、改編準備を計画的に実施するとともに、段階的な実効性ある訓練、諸職種共同部隊としての連携強化、新規装備品の最大限活用等、即応機動連隊の戦い方を進化し、いかなる事態にも即応し得る任務遂行能力の向上等、即応機動連隊の戦力化推進に大きく貢献した。2年前、軽いような意見を囲まれたここ滝川駐屯地着任した時のことを、今のことのように思い出します。あれからも2年が経ち、連隊を去る時が来ました。みんなよくついてきてくれたと思う。知ってる通り、そこを来た連隊はいろんな職種が集まってできた機会があって、しかも平素4連隊のね、10というのには管理直すと10連隊だからこそ違うとした。各中隊はライバルであり、チームでもある。お互いが切磋琢磨をし、お互いをよく理解し、お互いのいいところを取り入れ、新しい伝統を築き上げてほしい。令和2年3月15日2400を追って同連隊の指揮を復帰しまだ走り出したばっかりの部隊なんで、今後とも皆さんの応援よろしくお願いします。必ずや盛況な部隊に育つと思っています。応援ありがとうございました。2年間ありがとうございました。万歳！